それでは祖師ヶ谷大蔵駅からの徒歩上級編始めていきます。所要時間は約12分。少し入り組んでいますが、比較的車通りの少ない道を紹介します。国際放映チャンネル。改札口は1つ。改札を出て左手に進みます。正面の銀行を目印にまっすぐ進み、横断歩道を渡ったら左に曲がります。そしてすぐ右に曲がり、突き当たりまでまっすぐ進みます。この T 字路を左に曲がり、すぐに右の道に入ります。ここは左へ、突き当たったら右です。まっすぐ進み、コンビニの駐車場に沿って左に曲がってください。この道は抜け道として使われていて、車通りの多い時間帯がありますのでお気をつけください。安全を確認して横断歩道を渡ります。まっすぐ進み、この交差点まで来たら右に曲がります。ここまで来たら TMC はすぐそこ。右手に見えてきたのが TMC です。ここがスタジオ正面玄関入り口です。祖師ヶ谷大蔵駅からの徒歩初級編や成城学園駅前からのバス編などもアップロードしていますので、参考にしてください。役に立ったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。